アイスマン福留は日本のアイスクリーム評論家。東京都足立区出身、一般社団法人日本アイスマニア協会代表理事。日本全国のご当地アイスを食べ歩き、年間に食べるアイスクリームの種類は1000種類。以上アイスクリームのパッケージを収集しており、コレクションとして数千点のアイスパッケージを保有。様々な職業を転々とした後 IT 協会に転身。 その後独立をして2006年に変態企業カメレオンを設立。2010年にコンビニアイスのレビューサイト、コンビニアイスマニアを開設。同時にコンビニアイス評論家として活動を開始。メディア出演多数。コンビニアイスというジャンルを確立。マツコの知らない世界、冬アイスの世界出演をはじめ、冬アイスの日を制定するなど、冬アイスの流行に寄与。 日本全国から厳選したアイスクリームが集うアイスクリーム万博を主催。ご当地アイスを集めたアイスクリームの専門キュレーション EC、不作創奏本舗を監修。東京都足立区出身東京都立荒川工業高等学校電気科卒業。趣味はアイスクリームのパッケージ収集。アイスクリームイベントアイパクを主催。 メディアイベント出演を中心に活動、ありがとうございます。